こんにちは。今日の講義は書籍42.9 歳からのモテる技術、年下女性に選ばれる心理学に学ぶモテるノウハウです。この本は42.9 歳という年齢が女性におじさんと認識される境目であることを背景に、中年男性が年下の女性に魅力的に映るための方法を紹介しています。アンケート調査によると、女性がおじさんと感じる瞬間には加齢臭や会話のズレ、自虐的な発言、身なりへの無頓着さ、親父ギャグ、そして武勇伝を語ることが挙げられています。特に加齢臭は多くの女性がおじさんと感じる要因として挙げており、これがきっかけでチャンスを逃すこともあるようです。しかしこれ以外の要素は努力次第で改善可能であり、年下女性にとって魅力的なおじさんになることは十分に可能です。さて、この本の構成についてお話しします。まず最初に取り上げられているのはモテないおじさんの特徴です。ここではなぜ中年男性が女性におじさんと見られてしまうのか、その具体的な理由が解説されています。次に年下女性の好感度を上げるための会話術が紹介されます。これはただ話すだけではなく、どのように話すかという点に焦点を当てています。続いて年下女性を誘う際の効果的な方法について詳しく述べられています。デートの誘い方一つで女性の印象は大きく変わるものです。さらにデート中に避けるべき行動や話題についても触れられています。これを知ることでデートがより楽しいものになり、女性に好印象を与えることができるでしょう。そして最後にどのようなおじさんが実際にモテるのか、その具体例が示されています。これらの章を通じて読者は年下女性にとって魅力的な存在になるための具体的なステップを学ぶことができます。この本は年下女性と関係を築きたいと考えている中年男性にとって非常に有益なガイドとなるでしょう。心理学をもとにしたアプローチで年下女性からの好感度を上げるための実践的なノウハウが詰まっています。さらにこの書籍では年下女性に対するアプローチの際に重要な心構えや態度についても詳しく触れています。単にテクニックを学ぶだけではなく、相手を尊重し理解しようとする姿勢が大切であると強調されています。年齢差があるからこそ相手の立場や考え方を理解する努力が求められます。これは年下女性に限らず全ての人間関係において重要な要素です。またこの本では外見の改善についても具体的なアドバイスが提供されています。例えば服装や髪型、そして身だしなみの整え方など、第一印象を良くするための実践的なヒントが満載です。これらは年齢を重ねた男性が自信を持って自分を表現するために役立つ情報です。さらに心理学的な視点から年下女性が求める男性像についても考察されています。これは年下女性がどのような価値観やライフスタイルを持っているのかを理解するための手助けとなります。彼女たちが何を求めているのかを知ることで、より適切なアプローチが可能になります。この書籍は単なる恋愛指南書ではなく、自己改善や人間関係の構築においても役立つ内容が盛り込まれています。読者は年下女性に対するアプローチを通じて自分自身を見つめ直し、より良い自分を目指すことができるでしょう。これらの知識を活用することで年齢にとらわれず魅力的で自信に満ちた男性へと成長することができるのです。この書籍には実際の成功事例や失敗例も豊富に紹介されています。これらの具体的なエピソードは読者が自分自身の状況に置き換えて考える際の参考になります。成功事例からはどのようなアプローチが効果的であるかを学び、失敗例からは避けるべき行動や言葉を理解することができます。これにより読者はより現実的で実践的な視点を持つことができるでしょう。さらに著者は年下女性との関係を築く際に長期的な視点を持つことの重要性を強調しています。短期的な成功に終わらず、持続可能で健全な関係を築くためには信頼と誠実さが不可欠です。この本ではそうした長期的な関係を築くための心構えや具体的な方法についても詳しく解説されています。また読者が自身の魅力を最大限に引き出すためのセルフケアやメンタルヘルスの重要性についても触れられています。自分自身を大切にし心身の健康を維持することが
他者に対しても良い影響を与えるという考え方です。これにより読者はよりポジティブなエネルギーを持って人間関係に臨むことができます。この本は単に恋愛テクニックを学ぶだけでなく、自己成長や人間関係の質を向上させるための包括的なガイドとなっています。読者はこの書籍を通じて、年齢に関係なくどのようにして他者に対して魅力的であり続けるかを学ぶことができるでしょう。この書籍を手に取ることで、読者は自分自身の価値を再確認し、年齢に関わらず自信を持って異性と接することができるようになるでしょう。これにより日常生活においてもポジティブな変化が生まれ、コミュニケーションの場面での不安や緊張が軽減されるかもしれません。さらに読者は自分の内面と向き合い、自己理解を深めることで他者との関係性をより豊かに築く力を身につけることができるでしょう。これが仕事やプライベートにおいても良好な人間関係を築く基盤となります。またこの本を通じて得られる知識やスキルは恋愛に限らず様々な場面で活用可能です。例えば職場での同僚との関係や新しい友人との出会いの場面でも柔軟で効果的なコミュニケーションが取れるようになります。これにより周囲からの信頼や評価が高まり、より充実した社会生活を送ることができるでしょう。さらに自己改善のプロセスを通じて得られる達成感や満足感は日々の生活においても大きな励みとなり、人生全体に対する前向きな姿勢を育むことができるのではないでしょうか。年齢を重ねることは誰にとっても避けられない現実ですが、それをどのように受け入れ生かしていくかは個々の選択に委ねられています。中年期に差し掛かると若い頃とは異なる価値観や視点が生まれ、自分自身や周囲との関係性に対する考え方も変化していくものです。この時期において重要なのは、年齢を重ねたことをネガティブに捉えるのではなく、経験や知識を生かして新たな魅力を見出すことです。人間関係においては年齢差があるからこそ生まれる豊かな交流が存在します。異なる世代間でのコミュニケーションは互いに新しい視点を提供し合う貴重な機会となります。年下の人々からは新しいトレンドや考え方を学び、逆に年上の立場からは人生経験に基づく深い知恵を伝えることができるでしょう。このような相互作用は双方にとって成長を促すものです。また年齢を重ねることで得られる成熟した視点や落ち着きは他者に安心感を与える要素となります。若い頃には気づかなかった自分の強みや他者に対する思いやりの深さを再発見することができるでしょう。これらの要素は単なる外見の魅力を超えた人間としての深い魅力を形成します。さらに自分自身を大切にし心身の健康を維持することは年齢に関係なく重要です。健康的なライフスタイルを心がけることでより活力に満ちた日々を送ることができ、他者に対してもポジティブな影響を与えることができます。年齢を重ねることを恐れるのではなく、それを新たな可能性として捉え自己成長の機会とすることが大切です。そして最後に、読書で勉強も大事ですが、美容と健康管理も大切です。なぜなら私たちの生活は身体と心の健康によって支えられているからです。どれだけ知識を積み重ねても健康でなければその知識を生かすことができません。特に現代社会では忙しい生活の中で自分自身の健康や美容をおろそかにしがちですが、これこそが私たちが日々の生活をより充実させ長く幸せに生きるために最も重要な要素の一つなのです。そこで今回はダイエットだけでなく健康管理にも特化した重要なサービスであるライザップ結果にコミットプライベートジムをご紹介します。ライザップはその名の通り結果にコミットすることを強調していますが、これは単に一時的な体重減少を目指すものではありません。ライザップのプログラムは専属トレーナーによるマンツーマントレーニングを中心に構成されており、あなたの目標に合わせたカスタマイズプランが提供されます。このマンツーマントレーニングの最大の魅力は過去にダイエットやジム通いが続かなかった人でも安心して続けられる点です。トレーナーがあなたの目標、ライフスタイル、そして個々の体質に合ったトレーニングプランを作成し効果的にサポートしてくれるので結果が出やすい環境が整っています。またライザップは単に運動だけに頼るのではなく、
食生活やメンタルのマネージメントも含めた総合的なアプローチを採用しています。無理な食事制限はせず、健康的に食べながら痩せることができるようにトレーナーが食事のアドバイスを提供します。このアプローチによってリバウンドしにくい体づくりが可能となり、長期的な健康を維持することができます。さらにライズアップの大きな特徴の一つとして、30日間無条件全額返金保証があります。これは顧客満足度に対する自信の表れであり、もしも結果に満足できなかった場合には全額が返金されるため、リスクを最小限に抑えながらプログラムに参加することができます。この保証は多くの人々にとって安心して始められる要因となっており、ライズアップが信頼される理由の一つです。ライズアップのトレーニングは1日50分、週に2回の無理のないスケジュールで行われます。忙しい現代人にとって続けやすいトレーニングプランが提供されている点も大きな魅力です。短時間で効果的なトレーニングを行うことで、時間を有効活用しながら確実に成果を上げることができます。そしてライズアップでは無料カウンセリングも行っています。プログラムに参加する前に自分に合ったプランを確認できるため、不安を解消してからスタートすることができます。またトレーニングは完全個室のプライベートな空間で行われるため、他人の目を気にせず集中して取り組むことができます。これによりよりリラックスした環境でトレーニングに励むことができるのです。テレビ CM でも結果にコミットするというキャッチフレーズで話題になっているライズアップですが、この言葉には単に体重を減らすだけではなく、健康的で持続可能なライフスタイルを手に入れることを約束するという意味が込められています。専属トレーナーが作り出すあなた専用のプログラムは、あなたの生活を豊かにし理想の体を手に入れるための最適なサポートとなるでしょう。このようにライズアップはダイエットだけでなく健康管理にも特化したプログラムを提供しており、健康的に痩せ理想の体を手に入れるだけでなく、その状態を維持し続けるための知識や習慣を身につけることができます。これまでに様々な方法で結果が出なかった人でもライズアップなら安心して挑戦できるでしょう。気になった方は概要欄のリンク先から詳しい情報をご覧ください。以上で講義を終了したいと思います。最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録もよろしくお願いいたします。